こちら、葛飾区亀有公園前派出所。こちら、葛飾区亀有公園前派出所の登場人物、両津や、両津勘吉両津勘吉は、秋元治の漫画。こちら、葛飾区亀有公園前派出所の主人公である、架空の警察官。愛称は、両さん、両ちゃんなど。一人称は、わしが基本だが、稀に、俺を用いる。また、ピンチ時には、僕、 僕ちゃんと五家を弱める時がある。連載当初は本館と言っていたこともあった。出生年は連載当初1943年生まれとされており、作品中で戦中派と揶揄されている場面もある。また、最初期のストーリーでは、小学生時代の新中軍関係の体験を話すことがあり、この場合逆算すると戦前生まれでなければならない。同様に、 初期設定での年齢は36歳で39歳に達するまでしばらくはリアルタイムで加齢していた。またアニメ版浅草物語では小学3年生時に転校した村瀬健治との再会が30年ぶりなことから39歳であることが明確に描かれている。しかし長期連載に伴って年齢設定を一貫させることが困難になり、 頻繁に設定変更が行われるようになった。一時期は1952年生まれに変更され、2000年代に入ってからは、学生時代のエピソードに、ビックリマンシール、ファミコンなどのキーワードが出てくるため、1970年代初頭生まれを前提にした発言を行っている。一方で2009年には、45年前から、小学生の関気地たちが、 タイムスリップしているので実際は50代とも取れる。また、常に35歳という設定で明確な言及を避けている。別冊マーガレット2011年9月号に掲載された13市出張版によると、昭和30年代に浅草の中学校3年 A 組在学とあり、昭和30年代に消えたセルロイド工場をこの作品のヒロイン、夏木かののの家が経営していた。 1996年に開始されたアニメ版では、脱脂粉乳の世代と呼ばれている。また、大原が上司を20年以上していると発言したことがある。誕生日は3月3日の設定で、作中一貫されている。桃の節ックであることを本人がコンプレックスとする描写もあり、誕生日になると高確率で、自分の身に不運な事象が発生するため、誕生日をあまり好んでいない。 ただし、秋元、カトリーヌ、玲子が手作りケーキを持参したり、周囲から豪華なプレゼントをもらえたりもする。アニメ版では、小学校の頃に GI 上の人形ごっこで同級生の女子のひな人形を全滅させ、背後にひな人形の悪霊が憑依してしまったため、悪霊をすべて除霊しない限り毎年3月3日に災難が起きるという設定があり、後に、 子供の時のいたずらが度が過ぎたために取り付いた悪霊の数が多く、腕の良い霊媒師でも全て除霊することは不可能。これからも毎年災難が起こるということが発覚した。出生地及び実家は東京都台東区専属で佃煮やよろずやを営む一家で長男として生まれた。出生と同時に地震が発生し、揺れが収まった際に、産湯の目の前で花札の 赤炭ができていたという、生まれながらのギャンブラーであった。この時、常ね大人より、あまりに大きいために、生まれたより、飛び出たという方が正しいともされる。幼少より、父、銀次が競馬場、居酒屋、吉原、映画館、寄せなどと観吉を所構わず、連れ歩き、どこへ行っても酒を飲まされていた影響で酒にも強い。喧嘩ばかりしていた、中学時代に、両親の勧めで、 警察署に預けられ、柔道、剣道など武道を仕込まれた。その他、大工修行や漫画家になるための修行もしている。喧嘩ばかりしていたが、弱い者いじめを見兼ねて、いじめられっ子をかばいながら、いじめっ子を一人でまとめて倒すなど、生まれながらに強い正義感を持っている。台東区立大門小学校、大門中学校と進学し、連載中期は、 浅草や高校を中退とされていたが、後に修正されて、大門高校を卒業後に、警察官となったとしている。他に、東京大学プラモデル学部卒業、同図学工作学部八回生などと、適当な経歴を自称することもある。かつて銀次から店を継ぐようにしつこく言われ、腹を立てた勘吉が、ゴキブリの佃煮を店に出したところ、銀次と大喧嘩になり、家を出て行った。 不良中の最強の不良としてヘッドハンティングされ、わけもわからず試験を受けさせられて警官になった。教官によれば毒を持って毒をセースで採用したとのことである。実際に危険な事故、事件現場では持ち前の体力と行動力で解決に導くことが多く、警察を解雇されずに済んでいる理由の一つとなっている。また、立花工務店でびっくりハウスを建てる仕事や、 乙姫七と同じ雑誌に連載を持ったことで、前述の修行が生かされた形になっている。ザウの名は、幸福は、金で買えるである。警視庁新葛飾警察署地域課に所属し、亀有公園前派出所に勤務している。階級は、警視庁巡査長。一時期葛飾署,署の刑事課に配属されたこともある。なお、少年時代に、 足立区北千住にあった千住火力発電所の煙突、お化け煙突や、開業直後の東京タワーなどのエピソードがあるが、これらは、作者の原体験によるところが大きい。生である、両津の由来はデビュー前の作者が入院した際に、出会った、女性看護師の出身地、新潟県両津市より、名前はイメージで付けられた。週刊少年ジャンプ2006年42号。 こちかめ30周年企画では、掲載されていた全漫画に、両津が登場した。本人曰く、パトロールのつもりであったが、ストーリーの展開を止めてしまうなど無茶苦茶な、パトロールであった。上司である、巡査部長の大原大二郎には最も頭が上がらず、ことあるごとに叱られているが、実際は、喧嘩するほど仲が良い関係であり、完璧主義な仕事ぶりや実直な人となりを、 尊敬している。そのため、大原がインチキな手段で勝利した際には本気で、失望していた。一方の大原も、彼が警官として採用されてからの付き合いである、両つのだらしなさを普段から叱ってはいるが、それも彼をもっての行動であり、息子のように気にかけている部分がある。同僚の霊子にも頭が上がらない部分もあるが、基本的には、気があっており、他の男性かつ員からも、 レイコと一緒に勤務していることを羨ましがられている。また、レイコリアルマネキン人形を、裏ルートで買ったが、人形のあまりの成功さに、そこで初めてレイコの魅力に気づき本当に、レイコを好きになってしまう。職務態度や金銭面など、各部分にいい加減な箇所がある反面、正義感と義理人情に厚く、女性に暴力を振るう男や、弱い者いじめを決して許さない。 実際、まといが、駐車違反した男から顔面にライターを投げつけられて、方に怪我を負った際、女の顔に傷をつけるんじゃない。とライターを投げた男を殴り飛ばし、てめえの顔をボコボコにしてやるぞこら。図書内であるにもかかわらず、原骨で32発も殴ったほど憤慨し、本来なら、障害罪で、懲戒免職のところ、相手からの謝罪があったことで1ヶ月の、 自宅禁止処分に止まった。普段は敵対している、サオトメリカと強化に対しては、暴走族から車を、劣化移動された腹いせとして絡まれた後、倉庫内で、集団合姦されそうになった際には、佐根寺と共に駆けつけ、あっという間に、その暴走族を倒してしまった。身長は、当初五尺五寸の設定だったが、165センチメートルに変化し、 その後1 6 7センチメートルで固定された。しかし、読者により、周囲の人物との身長の比率がおかしいことを指摘され、第133巻、教えて、両津先生発出書7不思議の巻にて1 5 2センチメートルへと、大幅に設定が変更された。この話によると、1 6 7センチメートルは、作者、 秋元治本人の身長であり、それをそのまま両津に割り当ててしまったとのことである。なお、現実の警察官には身長制限があり、男子はおおむね160センチメートル以上なので、2009年時点では161センチメートルになっている。体重は71キログラム19巻。スリーサイズは95.8590、後に105.8081。 血液型は B 型。なお、青年誌であるスーパージャンプに掲載された e ダネとのコラボ番外編では、全裸姿が無修正で掲載され、極部に一切陰毛が生えておらず、男性器も皮かぶりであったことが明かされている。制服着用時の両津像亀あり駅前に、混流された祭り装束の両津像合毛の角刈りの髪型につながった眉毛が特徴で、 武将髭を生やしている。顔はゴリラ風とたびたび言われたことがある。少年時代は丸坊主だがアニメ版で描かれた少年時代は髪を生やしている。弟の金次郎とは大人になってからは双子のようにそっくりであり、実際に金次郎と間違えられたこともある。その風貌から警察官にもかかわらず、ヤクザや押し売りと勘違いされることも多く、 本職の役座や暴走族をひるませるほどの迫力がある。制服を着用していても警察官と思われず、隣接所の警察官から職務質問を受けたり、両津のことを知らない町会の人に囚人と称されたこともある。靴、靴下を履かず、常時サンダル履き。このサンダルは、新人の頃、大原とパトロール中に靴連れになってしまい、その時、やむなく、大原から、 プレゼントされたものである。そのため、一部の話を除けば、上司、先輩などからサンダル履きを注意されることは皆無である。性暴は滅多に被らない。夏は原則半袖だが、旧制服では、夏服の際に長袖をまくり上げたような服装を、おもとし、現行の夏服でも当初は、旧制服と同じ着方をしていた。冬でも長袖をまくり上げた姿で生活をしている。 連載当初はすそまくりもしていた。入浴をするのが面倒で数ヶ月入浴しないこともあり、また洗濯も数ヶ月に一度しかしない。入浴が苦手な理由は、少年時代に田舎の小右門風呂の入り方がわからず、そのまま入り、股間を火けどしたことによるが、単なる面倒くさがりでもある。また、第64巻で生え変わるまで歯はすべて入歯だった。指紋は四角い。 その骨格は人間ドックにより55万年以前の原人の骨に酷似していることが判明している。外見上の体格は、胴長短足の日本人的な体型である。筋肉が異常発達していることから、ゴリラ並みの体力、持久力とチンパンジー並みの身軽さを誇り、富士山麓の研究所から亀有の焼肉店まで数時間程度で戻ってきたことがある。 またゴキブリ並みの生命力を兼ね備えており、火山の過去への転落や大爆発など、幾度となく痛い目にあっても無傷で、万が一に怪我をしたとしても必ず復活している。火山理科によれば、150歳まで生きるとされているが、天国に来ると迷惑なため、さらに追加される予定であり、過去に閻魔大王と揉め事を起こした経験から、地獄側。 明快ですら受け入れ拒否の姿勢をとっている。なお、神様は、両津が死んだ場合は、受け入れ先がないため、現世に止まることを示唆しており、アニメ版では、2016年のスペシャルで死亡した際に、地獄、天国の双方から受け入れを拒否されたため、縁間大王によって現世に送り返されている。強靭な内袋を備え、泥、葉っぱ、犬の糞、フグの剥製、 ウジゴキブリタガメコオロギネズミのグリル、石鹸、爆弾など食べ物ではないものを食べたことも多数ある。さらに、食べ物に関しても、食べ物は腐りかけが一番美味と発言している。自他共に認める大食いチャンピオンで悪食だが、チーズは嫌い。好物はマグロで、寿司屋で魚の扱い方を本式に学んでいる事情もあり、両つかずとで解体賞ができるほどの腕前。 また、初期には、金ぴらごぼうも、好物と言っている。味付けは、濃いめが、好みの模様。中川慶一によれば、濃硫酸を、ブランデーで割って飲んでも平気で、大原曰くマムシの紹介器より強力で、人間ポリバケツの異名がある。また、腐ったものや、賞味期限切れを食べても全く平気だが、うな丼にジャムを乗せて、コーラで混ぜて食べた後、 ドッグフード5箱をマヨネーズをかけて食べたら、さすがの両つも入院している。また、手製のタバコを吸って、急性中毒症状を起こし半死本性になったり、正体不明のキノコを食べオート感を催す、一気くヨシタ挙句翌日激しい下痢に見舞われ、オリンピック強化選手と内勤警察官への、転属内定を取り消される、雑草を鬼出した茶を飲んで悶絶するなどのエピソードも、ある。 イチゴ狩りでは、ビニールハウスのごを、苗や葉に至るまで、一人で全部食べ尽くしたことがある。そのため、苗は食べないことなどの張り紙が掲出されたこともある。また、両津に食べ尽くされた、ビニールハウスにはペンペン草さえ生えなかった。さらに、連載中期の神様や花山梨花、江崎コロスケなどの登場から、様々な出来事によって、体質変化などが多くなり、小さくなる。 ハエやニワトリになるなど現実ではありえないことに巻き込まれた。アニメスペシャルでは海で釣ったゴムゴムの実を食べてゴム人間になったこともある。体内には見た目が漫画のバイキンのようでどんな病原体もやっつける最強の抗体、両次グランプリワクチンを持っているが、これは最悪な環境でしか生きられず、環境が良くなると弱ってしまう。また、これを常人に摂取することは、 子供がウォッカを一気飲みすることと同じくらいに危険らしい。1994年に警察官の制服デザインが変更された当初は、両津もこれに合わせて、現行の冬服上着や活動服を着用していたが、宴会でビールやウォッカの掛け合いをした後に、ストーブのそばで乾かしていたら燃えて、灰になってしまったり、嘔として廃棄処分にしたり、 自転車で店に突っ込んでボロボロになったりしてしまい、以後、それまでの旧型制服を着用し、警棒など装備品や階級章まで旧型をつけて、勤務している。上着の下に着る、制服用のワイシャツと夏服は、燃やさなかったため、現行デザインのものを着用し、夏服時には装備品も、現行のものをつけている。霊子、まとい、朝さとあい、いそや、ひなや、 木香織、お乙姫、奈々、佐々木陽子、元口理科以外の不兄たちからの評判は悪く、特に佐乙女理科は相当両津を毛嫌いしている。諸外アンケートでも、結婚したくない男性ナンバーワンという不名誉な記録に何回も選ばれたり、両津に出くわすごとに、単細胞や原始人などの別称で呼んでおり、いろいろとひどい目に合わされている。それでも普通に会話したり、 不景の手助けをすることもあり、時には見直されるが、自分本位な行動が災いしてまた嫌いされるようになる。個人購入したプリクラの機械2台を無断借用されたこともある。しかし、両津自身も自分の裸を撮影し、その映像を不景量すべてに流したり、宅配便で不景量にゴキブリ1 0 0匹を送りつけるなど、様々な手を使って、 ジャ暴虐に復讐の手を下す。また、両津の失態で、まとい、マリア、早やに嫌われたことがあるが、すぐに関係を修復している。ただし、大原、中川、玲子が休暇を取り、代わりにまとい、乙姫七と磯足早やが、発出所に勤務した時は出入りする不景の輪にすんなり、馴染んでいた。だが両津が好かれる理由ではマリアは、顔が高知、岩鉄に似ている。 早やは、声が父、剣之介に似ているというものであり、両津は自分そのものに惚れてくれないことを嘆いていた。また大原に言われて、付き合いのお見合いに行った際、その前に行った、ハワイアンセンターでサングラス代わりのタオルが風でずれて、顔が、市松模様の変な日焼け、新人の床屋のせいで変な頭、悪い輩に絡まれて、大立ち回りを演じて破談になったと思うも、 相手の女性に逆に気に入られたり、アニメ版では、お見合い相手の孫とや、記憶喪失していた時に知り合った、加納ヤに好かれており、意外性や、人情的な一面を知る女性からはモテるようである。くじ運が、かなり強く、福引きで特等のヨーロッパ旅行を当てたり、両国国技館での大相撲の末席を獲得している。初期のあだ名は、始末書の量産や、警視庁の悪魔、 破天荒かつ型破りな性格で、些細なことで、すぐ激怒するほどかなり短気。いい加減差や金にがめついてんを、いつも大原に怒鳴られている新括史科書、ナンバーワンのスーパー問題児にして、作中屈指のトラブルメーカーである。喧嘩は、やたら強く超人というにふさわしい体力を持つが、作中最強というほどではなく、頓殿から金銭を騙し取った懲罰として、寺で、 強制修行させられた時に憲法使いの僧侶に乾杯していたり、早屋の兄たちの揉め事を止められなかったりなど、格闘技経験者などには、数回負けている。所長に叱られた際は、所長を2階から投げ飛ばしたこともあると語られている。プロレスラー並みの大男二人を芝叩く間に、倒したり、かなりの達人の強盗と肉弾戦で勝つなど喧嘩も強い。 ルール無用の喧嘩では、大原と互角だが、剣道の試合では全くかなわない。新人当時から、犯人の検挙率は高く、手錠で繋がった状態で頭を強打されたり、溺死されかけるなど多大なダメージを受けながらも大物の、窃盗犯を逮捕したこともある。本人曰く、掲載と次の掲載の間に犯人を捕まえていたり、真面目に仕事をしたりしているという。 目の前の犯人を逮捕しないこともあるが、普段は屋根上や下水道など、どこまでも犯人を追いかけて、捕まえたり、新車一台を破壊しつつでも、強盗を確保するなど、万難を排して、現行犯逮捕に努めるため、犯人側からは、ガラガラ蛇の両津と呼ばれていた。以上のことから、この検挙率の高さを買われて、一時的に、刑事課に移動したこともある。しかし、 上司の南部刑事との関わりや彼の殉職によって未熟を痛感し、自ら志願して地域化に再度移動している。その後は交番勤務を見下す姿勢を改め、毎年南部の墓参りに行っている。正確にこそ問題もあるが、アニメ版では食い逃げこそ泥すりなどの検挙率100%を誇ることで、中川や海パン刑事らと共に、 世界ナンバーワンポリス選手権の日本代表として選抜されるほど優秀である。交番のおまわりさんとしての能力は高く、喧嘩の仲裁、酔っ払いの保護、お年寄りの世話、近所の悩み相談、スズメバチや、毒蛇の駆除、捕獲、引っ越しの手伝い、アニメ版では、ラジコンや鍋の修理、など、地域の様々な困りごとに対応することができる。 特に東京23区内の地理は熟知しており、道案内を求められた場合は即答している。行動力も人一倍あるため、本気になった時は非常に頼りになる存在になる。それゆえ、上野や大阪に出向した際には、現地で頼りにされているほどである。基本的には、世話好きで面倒見が非常に良いため、発出所に何らかの問題や相談を持ちかけた民間人にアドバイスをしたり、 手取り足取り指導することも多い。民間人のみならず、何らかの問題を抱えている若手警官や、新米警官の世話役に抜擢されることも多いが、不良のトラブルで全責任を負わされることもある。体力に優れることから機動隊員としての素質も十分以上である。罰として、機動隊の装備一式を装備して、街中をマラソンさせられた際には、機動隊からも同色と間違われ、 ラストで、機動隊長から大原を介して、スカウトを受けた。警視庁の代表として、柔道や剣道の大会などにも、強制的に参加させられており、それらの大会では、基本的に、好成績を収める。おとり操作を得意とし、落とした、携帯電話を利用する者を、霊子の声を利用して、おびき寄せて逮捕したり、禁止中に、悪質なキャッチバーに潜入して逮捕したり、 犯罪者のふりをして偽造証券の証拠を掴んでいる。また、指揮官としての能力も高く、自身の父、銀次が詐欺によって200万円を騙し取られた際には、国境を越えた大捜査を指揮して犯人グループを一網打尽にした。これらの理由によって何をしても免職にならず、重くとも定職止まりで済んでいる。もう一つの理由として、免職して、 一般人になった時に何か問題を起こす可能性が高いため警察官として監視しているのもある。実際、警察を辞した両津が暴走しすぎたがために、やむなく所が両津を警察に復職させたことも少なくない。大原によると、勤務態度が両津よりひどいとつか次やと田先輩、日暮し熟睡難がいるため、両津も首にならないで済むという理由もある。 真面目に仕事をするケースもある。代表的な例として、一つは大原が別の発出所に臨時で行っていた時に、大原の代わりに来た手持ち、宿部長が優柔不断かつ無能で業務遂行ができなかったため、発出所内で自責の立場にあった両津が業務遂行のため奔走する事態となった。その際、大原部長は仕事のチェックが完璧という趣旨の発言をしており、 大原を信頼していることが伺える。だが、大原は別の派出所の若い所員との触れ合いで、この回のラストでかなり考え方が変わっていた。一方、両津は職務に励んだ結果、大原を彷彿とさせる人格に変貌を遂げていたが、大原が派出所に復帰して、以降は両者とも元に戻っていた。事実、巡査部長試験を受験することになった折には、 その勉強ぶりを大原が恐れて、妨害を試みたり、コンピュータの入力ミスで、交通課の課長になった時は、交通課の成績を上げている。ただし、この時は、経費に万円をパチンコに使い込みしていたために、降格となった。アニメ版では、江崎の発明品で、巨大化したり、自身の首を心配した、米子開発の素行研修プログラムをしぶしぶながらも、真面目に受講した後、 サボる暇がなくなって仕事や住民からの依頼を毎日きちんとこなしていた。最終話なしでは日頃の行いが原因で悪くなった周囲からの扱いを良くするために自らが本庁に営転するという自作自演を行うことを思いつく。その一環として遅刻もせず仕事や周囲への対応も真面目に行うことを続けた結果、当初は 違和感と不信を抱いた大原たち同僚を含めた周囲からの信頼回復に成功した。しかし、町が総出で行った送別会当日に警視総監からトンデに宛ての電話で嘘が露見し激怒した周囲に追い回された。発出所のメンバーでゲームをやった際、ゲームの勝者である大原から仕事をするという罰ゲームを申し渡された。その後、 両津は真面目に仕事に取り組んだが、これはゲームの一環であれば、ルールを絶対守るという両津の性格が出たためであり、この性格を利用して発出書メンバーでしばらく、両津を騙すことになる。以上の点から、実際の事務処理や雑務などの職務遂行能力もそれなりに高く、必要に迫られると行動力も、 相まって、大原と同等か、それ以上の職務をこなすことができる。一度、制服姿で、競馬場や、競輪場に入り浸ったことで、大原の怒りを買い、発出所内に作られた、座敷牢に入れられたことがあったが、脱出することを試みて、戦争映画で最もポピュラーな方法といって一人で、スプーン一つでトンネルを掘り、本当に脱出成功したこともあるため、 頭脳は相当な多細胞であると見られる。その後もしっかりと復讐していることから、必要さと執念深さが伺える。短所として何事にも飽きっぽい性格がある。しかし、情に厚く社交性も非常に高いため、皆に慕われている。サオートメリカなど一部の不景は毛嫌いしているものの、内心から嫌われている様子はなく、後に友好的に接してくるようになっている。 このことはアニメ版のエンディングテーマになった鉄腕とものなんでだろう。こち亀バージョンではちゃめちゃなのにみんなに慕われるのなんでだろう。と歌われている。そのため、交友うう関係も老若男女問わずアメリカ陸軍大佐から花火職人、お笑い芸人のスチャラカ、花子までとかなり広い。社交性は高く、人当たりが良いにもかかわらず短期ですぐ起こることがある上、 無計画な行動で他人に迷惑をかけるトラブルメーカーぶりが災いし、発出所メンバーなど両津の非常識ぶりを知る者から、たびたび、のけもの扱いを受ける。主要な例として、毎年発出所メンバーを大原家に呼んで行われる新年会にも、家が壊されたり騒ぐなどという理由で呼ばれないが、新年会があること自体は知っているために、勝手にやってきて、料理を食い散らかしたり、 たびたび、大原と喧嘩することがある。この他にも自身の両親を大事にせずに何年も実家に帰っていなかったことが多いなど、不義理な部分もある。また、父親の銀次とは、些細なことで頻繁に喧嘩をする。道を尋ねた男性に、おまわりさんではなく、巡査さんと呼ぶことを強制するなど、かなり特権意識が高い警官だった。また、そうした意識の現れか、 上司以外の相手に対しては、年上や初対面であってもタメ口で話すことがほとんどである。警察官でありながら悪徳商法などを何度も実行し、何度も逮捕されたこともある。だが、時には自分も悪徳商法に騙されることもある。話によっては、束の間の大金持ちになったこともあるが、不正が発覚するか、勢い余って、毎回困惑して商売が止まってしまう。 逆に騙され、安い単純な一面もあり、悪徳商法や詐欺の被害者になったこともある。しかし、いずれは騙されたことに憤慨して、仕返しに出ることも相次いであった。オープニングが、葛飾ラピソディだった時期のオープニング映像では、食べていたアイスクリームをダメにした泥棒を検挙するためではなく、弁償させるために追跡し、追い詰めると、泥棒の所持金すべてで、 アイスクリームを好きなだけ買った。連行後に、大原に、犯人逮捕のためとはいえ住民たちに迷惑をかけたことを叱られていた話によって設定が異なることも、あるが、プログラミング技術に優れており、他人のコンピュータからハッキングをしたりもする。しかし、学力は理科を除いて、かなり悪く、その理科の授業でもアルコールランプを使用したとき、スルメを炙っていたり、 挙句の果てに爆発させたりで、理科においても結局は、他の科目と一緒である。漢字の読み書きは、警察官にしては劣りがちであり、それほど達筆ではない。その上、始末書や自分が書いた字ですら読めない漢字もあったが、第57巻では小学校時代に国語が好きだった、ことを述べている。また、漢字の読み間違いも、頻繁に多く、有名なのが月決め駐車場の、 月決めを月曲と読んだことであり、読み間違えた理由を知り合いに月決め万太郎という人物がいるとしていた。他にも渋滞を死舞と読んだり、若者を苦者と読んだり、華麗の辛口を幸せ口と読んだりしていた。ただし、末期では寿司屋に勤めていることもあり、右オの漢字は強くなっている。字の汚さは、 大原に長年ののしられてきたこともあって、本人も気にしており、一時は本気で落ち込んでしまったことがある。その後、デモンから書道の指導を受けて少しずつ上達し、味のある字と評されるレベルになっており、自分の気持ちを綴った書の歌を書いたところ好評となり、全国で古典を開くまでになった。歴史に関しては知識が散在であり、 例として、マシューペリーの人相や家庭環境、軍人としての経歴、日本に来航した時の船名や船のデータまで記憶していたが、肝心の黒船来航の目的については覚えていなかった。つまり、趣味に関する記憶が膨大な量に上っているのに対し、一般常識に対しての記憶の乏しさは異常である。これが原因で事業などで失敗することも多い。また、石川啄木が、 ビートルズの楽曲を聴いていたというありえないことを言っている。アニメ版では豊臣秀吉のことも知らなかった。計算能力や記憶力も芳しくないが、自分の借金以外の金に関する計算能力は少年時代から異常で、自らが放置したゴキブリの繁殖数を平方根を用いた暗算で割り出したこともある。趣味に関する記憶も常人を遥かに凌駕している。 これは、普段、言語、理性などを司る左脳が、冬眠状態にあって、右脳のみで思考、行動しているためである。左脳が活動し出すと、東京大学入試問題で満点を取れるほどの、天才になる。もっともその期間は短く、左脳が休み始めると元よりさらに脳の働きが、なくなって、灯油とガソリンの違いすらわからなくなってしまう。また、 佐ノが働いているときに、自動車全種の免許や、気象予報士、危険物取扱者兵種、オツ種全類を取得している警報や、一般教養などの知識は皆無だが、アニメや声優、アイドル、プラモなどに関する知識は豊富で、警視庁の要請で、第2の DJ ポリスに任命されたときは、豊富な知識と所持していた、様々なアイテムを使って、一触即発状態だった。 暴力団とマフィアの抗争を未然に防いだこともある。これ以前に、アイドルのコンサートで主催者がとファンとのトラブルの警備をしていた時には、自分もファンだと公言し、アイドルの歌をフルコーラスで、振り付け付きで全て歌ったことで、ファンから神ポリスと呼ばれ、教祖のように指示されていた。さらに、声優のイベント警備では、アニメキャラクターのモノマネや、 ファンもノーチェックのシーンやアニメの情報を2時間語り倒して、アニオタポリスとしてファンから絶大な指示を受け、ハンストデモの警備では4時間びっちり落語をやり、デモの参加者や周囲の一般人から落語ポリスと呼ばれていた。始末書些細なことですぐに発砲し、警察手帳をよく紛失し、パトロール中にサボってパチンコ店や競馬場に行くため、 始末書をよく書かされる。第4巻で部長に10枚でザンビアの片道旅行に招待してやる。あと少しだと言われ、第12巻、ギャンブル教時代の巻で30枚、第63巻、夜勤パニックの巻の時点で5000枚、第116巻、祝いたい、出勤の巻の時点で1万枚、その後2万枚に増え、2009年現在は3万枚を超えている。 これらが始末書の量産と呼ばれる理由である。さすがに何枚も始末書を書くのが嫌になっているのか、始末書を書かないようにするために証拠を隠滅している。例として薬莢に銀紙を詰めて弾丸を使っていないように見せる、他人から弾丸をもらう、他人の拳銃を借り、シリアルナンバーが打ってある、部品以外を全取り返して、自分の拳銃を新品同様にする。 おもちゃの警察手帳をポケットに入れる、新式の制服が破損したために制服を寄贈して、後に旧式の制服を着用して勤務するなどが挙げられる。また、発出所が火事になった際、これに乗じて始末書を燃やそうとしたが、運悪く大原に発覚したために、所長室で両津本人が発見して、極秘処分をする形で始末書を減らしたことがあった。 始末書以外に不祥事に対する処罰として、大原から直接お仕置きを受けることがある。前述で述べた発砲する行為は主に両津が起こる、際に言っており、常に弾が当たらないように発砲している。大原も両津の悪事で起こる際に両津に発砲を行う。葛飾箇所に卒廃事に護送されている犯人に足蹴りされた腹いせで発砲事件を起こしており、 猫に天丼を盗み食いされた腹イセに猫にも発砲しており、社交ダンスのペアになることを拒否した不兄と男が余ったために社交ダンスの相手になったサコンジに対しても発砲を行っている。また、ポルシェと自転車で競争して衝突した腹セに民間人であるポルシェの運転手に重口を向けている。なお、アニメ版ではそのような発砲シーンはない。また、 宇宙人二名によって、時を止める能力を与えられたことが二度あり、一度目は金儲け目当てでそれを使い、競馬場で馬を停止させて停止中に、馬や騎手や観客を移動させて、再開時に衝突させるように、詳細駆し、最低人気のゼッケン5番のダメ代王を一着にさせたり、サッカーくじを当てるために自分が負けと予想したチームの選手を、 サッカー場から離れた寺院の金に移動させるなどして、サッカーくじを的中させた。二度目は、川に流れていた一兆円を拾うために何度も時間を巻き戻したが、脱税された隠し金だったため、全額国庫に入れられた。問題を起こす時は原作における時に、ホンダ即人だけ、時にボルボとサコンジの二人を付き合わせる場面が多かったが、アニメ版では、 初期から同時に4人組で問題を起こしており、乗り物の操作などの場合はホンダ、密室からの脱出などの場合はボルボ、力仕事に徹底する場合は、サコンジをそれぞれ利用する。中川も数回悪事に付き合わされたこともある。このように破天荒なキャラクターぶりから、プライベートで出会った人からは本当に、警察官なのか疑問視されることも多い。転勤先や、 移動先など各地での順応性は非常によく、極地の最果て所や未開である宇宙も含めてどこに行っても凹たれない生活力があるが銀座所に行った時だけは勤務時間後に大嫌いな外国語の勉強会があったため偉いところに来てしまった。どんなに嫌味を言われても大原部長の方がマシと言っている。金遣いが荒く、給料やボーナスが出ても次の給料が支給されるまでに ギャンブルやおもちゃ、ゲームなどにつぎ込んですべて使い切ってしまう。そのせいもあって金銭に対する欲が桁外れに強く商売やアルバイトといった金儲けを頻繁に行っている。両津がまともな行動をする際には大抵金銭が絡んでいる。また、両津があまり乗り気でない事柄であっても報酬や賞金が出ると知った途端に態度が急変することも多い。 周囲の人物からの借金は日常茶飯事で商店街の借金は返そうとも思わない。そのため商店街の連中に追っかけ回されることがしばしばあり、ボーナスを求めて書まで取り立てに来る様子を書員らは夏の風物詩、冬の風物詩と呼んでいる。商店街だけでも20人に1人当たり10万円以上借りていて、 酒屋だけでも3ヶ月分の付けが81万円だった。特に中川と玲子は人間キャッシュカードと両通に考えられており、この二人からの借金の額はかなりのものである。中川には親戚であるという立場を悪用して数千億円という多方もない額の借金を負わせている。また中川の恩師である江崎殺助には色々と肉体的に ひどい目に合わされている。金がない時の買い物の代金は、付けとする上によく踏み倒す。また借金のため、商店街のブラックリストに載せられたこともある。しかし、一度中川により夢を見ることができる機会を、使って、現実と夢を逆にさせられ、稼いだ賞金で借金はほとんど返され、通帳に1億円があるまでに至った。住居は長らく、葛飾所の男子独身寮。 ニコニコ寮で暮らした後、親戚である、義母子家が経営している長官田寿司にアルバイトとして、勤務。しかし、夏春都にゲームソフトを捨てられそうになったため、ニコニコ寮に緊急避難。再び長官田寿司に戻った。また、板前としての実力は店を持てるほど上達している。公務員の副業は認められていないため、浅草一郎名義の戸籍を手に入れている。よって、 戸籍を二つ所持している。末期は、ニコニコ寮に再度戻っており、残念と同室であり、最終的には再び一人部屋に戻っている。またニコニコ寮に戻るとだらしない生活をしたり部屋をゴミで散らかしたりするが、長官出しに来ると周りの監視の目があるせいかきちんと部屋片付けをする。給料待遇は、警察官としての月給は約32万円、ボーナスは、 約82万円ほどで、年収は約600万円でこれは同年代で同僚である寺井陽一よりも多い。第43巻でビルからばらまいた時のボーナスは約70万円、振り込みになった時は合計100万58円。ただし、遅刻、無断欠勤、勤務中の怠慢行為、職務遂行のためとはいえ壊してしまったものの、賠償金支払いのため、 問題行為の数々により、本来の額の約10分の1にまで言及されている。中には100年間の言及も食らっている。ただし、後期では、長官脱しでの給料が高いのに加え、ネット配信している、情報誌、ギザマニアの収入もあるため、生活に苦慮している姿はあまり見られなくなった。一度、夜中に書に忍び込んで、パソコンを操作し、 ボーナスを4128万3600円に、したが、後に、手持ちのボーナスすべてを落としてしまう。パソコンをいじった際に、大原のボーナス額を980円、と田所長のボーナス額を2万1256円、寺井のボーナス額を1068万5712円、中川のボーナス額を1円、玲子のボーナス額を5円にした。なお、アニメでは、 ボーナスの値段を決めるパソコンが手違いで廃棄処分予定にされていたため彼が遊んで自身のボーナス額を1億円にしている。また、大原は警察官の仕事が好きだからと110円に変更された。日暮れが1988年に起きた際、日暮れが昔の1000円札を持っているのを見て通貨の単位が円から点になったという嘘をつき代わりに 商品券を渡すことで金を騙し取ろうとしたこともあるが中川に嘘ついたらいけませんよと言われてしまい失敗した。かなり昔から NHK に受信料を支払っていないようである。また税金に関する知識がとしく自身の給料から毎月税金分が抜かれていることを知らなかった。そのため知った直後は税務署へ殴り込みに行った。通勤手段は新括司箇までは 電車やバスを使い、そこから発出所までは自転車を使っている。趣味趣味は、ギャンブルや飲酒、プラモデルに、ゲーム全般やスポーツ全般、将棋、アダルトビデオ鑑賞などと非常に多趣味である。また俗に言う女遊びも好むようで、キャバレーなどに通っているシーンも多い。タバコに関しては昔は、かなりのヘビースモーカーだったが、 大原からの強い勧めと中川が両津を禁煙させるために雇ったボディーガードとの逃走戦の際に作った手製タバコで体調を崩しそれにより完全に禁煙したまた後にタバコは当の昔にやめたという胸の発言もあるホンダや中川らを含めて誰もタバコは吸わない葛飾箇所でタバコを吸うのは戸塚金次と交流悟る13などの一部の書院だけである 大変な主語で、知り合いの上等式で酒をたるごと飲んだり、花見ではドラム缶で飲んだり、地酒500本を一晩で飲み干しても全く酔わなかったことがある。その酒偉さから、ウィキペディアで酔っ払いを検索したり項目を表示すると一番上に先輩の名前が出てくるや、ツイッターで世界中の酔っ払い10億人をフォローしていると中川や玲子に言われたこともある。ただし、 酒には特別強いわけではなく、何度も酔って、トラブルを起こしている。将棋も得意で、本将棋は、中川、玲子、寺井、本田よりは強く、また中川、玲子、寺井の3人を相手に、目隠し将棋と目隠しチェスで、同時対戦して勝ったことがある。ただし、大原や、まとい一家、御堂春には、腕が劣るが、目隠し将棋は、大原と、ほぼ互角で、 駒の数を4倍にした、大々将棋や、3秒以内に打つ、早打ち将棋は大原よりも、両津の方が上。軍人将棋ではプロを相手に勝ち続け七冠王を獲得した。なお、それぞれの趣味の腕前については、自分はパチプロである、ゲームをプログラムの段階で遊ぶなどの発言があり、プロとなり得るものであるようである。ゲームに関しては、テレビテニスの頃からやっており、 ゲームと共に歩んできたと言っても過言ではない。人間代表としてコンピュータジーザスと戦ったこともある。アーケードゲームドンキーコングの筐体を60万円で購入したこともある。なお、1987年当時で3000本ものゲームソフトを第105巻やったぜ。ゲーム家の巻当時で40種類以上の家庭用ゲーム機を購入したことも判明している。 すべてのゲームは、プロゲーマー級の強さだが、対戦型格闘ゲームでは、サコンジ・リュウノスケに全く歯が立たず負けている。また、他人にゲームを進めることもあり、格闘ゲーム一筋だった、サコンジ・リュウノスケに恋愛ゲームを進めての、裏技ビデオがサコンジに渡した格闘ゲームの、裏技ビデオの中に混じっていたのを誤って再生させ、興味を示した、おク化させている。 ゲーム好きであるため、頻繁に秋葉原に行く。クレーンゲームもワンコインでプライズを取ってしまうほどのスキルがあり、プライズをネットオークションでさばいている。地域住民らはゲーム機のプロフェッショナルと言われ、ゲーセン側からはゲーセン嵐と言われているが、シングルアームのショベルは苦手である。ミリタリー系のゲームを好み、特に FPS はやり込むほどで、COD シリーズは全シリーズをプレイしている上、 キルレシオが9という超高評価を保持し、FPS の界隈では、とっすの律つとして有名。また、手先が器用であり、レイコに教えてもらった編み物や、ビーズワークスのような主に女性がやるようなことも得意で、父兄たちを驚かせたこともある。他人の技術のモノマネはバイオリンを、プロ並みの技術を持つレイコ、中川に素晴らしいと言わしめたほどに真似したり、 大原への誕生日プレゼントとして発出書メンバーで購入した70万円相当の日本刀を不注意で折ってしまったためその代わりに自作したところ大原の鑑定によると200万円以上の価値の品ができたなど天才のレベルに達している音楽は演歌が好きで特に春日八郎の大ファンであるその他大田博美北島三郎飯田久彦宮古春美 トノサマ・キングス、海バンド、藤山一郎の影をしたいて、大見敏郎の湯の町エレジーなどをよく聞いており、その他に歌える歌手としては、泉谷茂、高石智也、なぎら健一、香川亮、高田渡る、三上博岡林信康などのフォークソング歌手や月定課長のようなコミックソングの歌手を挙げている。また文化も歌えるようで、 チャーリー小林のコンサートで本人到着までのつなぎとして、ステージでラバウル・コータ、満州行進曲などを歌ったり、大原と共に軍歌メドレーを熱唱したこともある。その他、コンバトラー V のテーマや、ハウラケンポリマーのようなアニメソングや、世間一般でマイナーな C 級ソングにも詳しい。芸能に関しては、連載初期の頃は知識が乏しく、一般には、 有名人でも全く知らず、中川に、タレントに関して3人くらいしか知らないと言われたり、チャーリー小林に、芸能知識は、ジェリー・藤ジやダニー・イーダとパラダイス・キング前世の頃で、止まっていると言われたり、大人気コンビを見て、ビリー・バンバンや、中田大丸・ラケットなどの一昔前の有名人の、名前を挙げて、当人たちを困惑させたりしていた。2000年代後半以降は、大原に、 最新のアイドルについての知識を完璧なまでにレクチャーできるほどになっているが、流しの歌手をやっていた時に若者からヒステリックブルー、UA、ソフィアなどの最新のポップスをリクエストされても全く歌えなかったので最新の歌謡曲はやや疎い。シドニーオリンピックでは関係リの種目に出場資金メダルを獲得した。また、警視庁の代表として 各艦長対抗体力選手権、全国警察キャラクター選手権などでトップに近い成績を残している。プラもオタクでもあり、本人曰く初期ガンダムからゼータガンダムまで知っており、他にもガンプラを全種類作り上げている。また、恐竜や魚の骨の一つ一つまで丁寧に組み立てている。非常に工作技術が優れているため、映画用のジオラマ制作を依頼された時には、 実物と見曲がうばかりのリアルな十二分の一スケール、姫事情を作り上げたこともある。大原から模型制作の依頼を受けた時には、グレート・ハリーのホブネ模型や法隆寺の五重塔といった木製模型も制作したことがある。しかしどちらの作品も、完成時には地震によって、ホブネ模型がバラバラに壊れたり、両津本人の不始末の原因で法隆寺の五重塔が炎上して、 炭になってしまったこともある。その広範な知識とプロ顔負けの技術を買われて、葛飾区に新設された、超芸術大学では、学長の推薦によりプラモデル化の専任講師となり、戦車のプラモデル制作指導を行うだけでなく、戦車の歴史を講義したり、NHK のプラモ講座の番組にも出演している。初期の頃は、アニメの作り方を知らず、懐かしいアニメはわかるが、 最新のアニメはわからない描写もあったが、次第に詳しくなったようで、1997年当時には、ホンダから、アトムからエヴァまでどんな世代の人とも語れると評価されるまでになった。米国曰く、1日20時間アニメを見ているらしい。特に、ミリタリー関係のアニメになると厳しい主観になり、ガールズパンツァーに対して、パンツァーはドイツ語だから本来なら、ガールズタンクだろうなど、 いろいろ主張したほか、カンコレーの際にもいろいろ語っていた。父親の銀次に似て、多数のアダルトビデオを所持しており、友人の藤田尾で男からダビングしてもらうこともある。趣味の一つに競馬とあるように、ポケットサイズの短波ラジオ受信機を常時携帯し、仕事で競馬場に行けない場合も勤務中に、ラジオで競馬実況を聞いている。馬は男のロマンと言っており、 馬好きは本物で、実際に農耕馬とイギリスのダイアンゴーを購入、飼育したり、警視庁騎馬隊の馬16頭の面倒を一人で見ていたこともある。その際、元競争馬だった馬の救命を、両親の名前だけを見てすべて当てて、たたい員に驚かれていた。上述した関係理をはじめ、ベイゴマやメ子、釘刺し、鬼ごっこ、軽泥などの昔ながらの遊びも大得意である。 マージャンも強い。ただしカードゲームには実力にムラがあり、トランプではスピードや薄の炉は得意だが、神経衰弱や大富豪などでは中川や玲子に負ける場合が多い。花札も中川に負けている。百人一首は坊主めくりしか知らず、歌も全く覚えていなかったが、大原への対抗心から百人一首のパソコンゲームを自作してコンピューターと対戦したり、 競技カルタの有段者とインターネット対戦をするなどして特訓し、中川や大原を全く寄せ付けないほどの実力を身につけた。また、幼馴染みの村瀬健二や朝比奈隆にそれぞれ、米ーゴやメンを教えていた経緯を持つ。しかし米ーゴやメンではマトイに全く歯が立たず、負けており、逆に両津がマトイから米ーゴを教わりそうになる事態となった。マニアックな知識も豊富で、 特殊刑事課の非常勤、物知り刑事に抜擢される。その例として、ロボットアニメ、ガムガンをわかりやすく、まとめたものを全く知らない霊子に提供し、マニアとも対等に話せるレベルにして、出版社の人間を感心させたり、鉄腕アトムやウルトラ兄弟さえ知らないほどだった、植木刑姿勢に特撮、懐かしのおもちゃなどについてレクチャーし、彼を、懐かし者に関する総合商社の、 経営者にまでしている。だがまとめられるのは、アニメやおもちゃなどの娯楽系のものに限られ、罪と罰や、戦争と平和のような文学関連は、まとめることが困難であり、さらに文学知識自体が乏しく、日本の作家で名前を知っているのは、夏目漱石、芥川龍之介、太宰治、川端康成、三島由紀夫谷崎潤一郎の6人だけである。ただし一時、 中川や、イコラの助けで、トルストンやドストエフスキーなどのロシア文学については、もっともらしく聞こえる程度の感想を述べられるまでになったことがあり、カセット文庫であれば、それなりに聞き入れる。さらに、自分の理論を説明するために、小崎紅葉の金色や社を話題に出したこともある。昆虫採集や、昆虫の養殖も得意だが、甲虫王者、虫キングや政治。 経済分野などに関しては非常に疎い。その他、父、銀次の影響により、幼少の頃から銀次と一緒に映画館や寄席に通っていたため、落語についてはネタが実演できるくらい詳しい。また、ルパン三世のモノマネもそっくりと言われている。ただし映画好きでも、洋画の字幕スーパーや重いストーリーの映画は苦手と、する。赤塚不二夫の漫画が好きで、 にゃろめなどをうまく描くことができ、特に、おそ松くんに関する知識に至っては豊富で、浅草で一番おそ松くんを描くのがうまいと、自負するほど6つこう描き分けることができ、今まで1000人以上6個を描いたほどで、中川の知人でおそ、松くんマニアの世の中金ねたの依頼で10億円の24金ロールスロイスに3333 33人の6つ、こう描いた。 GI ーやロボット類のアクションフィギュアや超合金、美少女もののガレージキットなど男性向きのフィギュアのほか、リカちゃん、バービーといった女子向けの着せ替え人形の歴史や、心眼鑑定の造形も深い。さらに、エロの達人としてのファンからの評価も異常に高い。両ツが参加する、スポーツチームなどジョギの米軍海兵隊員だからも、 戦術を取ってくるので野戦訓練になるという理由で本職の人々らとも対戦している。資格資格は多数取得している。その種類は運転免許、第二種運転免許すべて、いわゆるフルビット。ただし一度すべて執行し、その後再び全種取得。現在は爆竜大佐から誕生日プレゼントとして譲渡された M551 シェリガン空挺戦車を 自家用車代わりにしているほか、高校時代には、トンペイ、チン吉と共に、中古のホンダ N360 及び N600 を購入し所有していた時期があった。自家用操縦士免許、小型船舶操縦士免許、漁業免許、危険物取扱者、気象予報士、中小企業診断士、秘書技能検定、宅地建物取引士、衛生管理者、ボイラー整備士、 電気工事士、自動車整備士、潜水士、鉄骨製作管理技術者など多岐にわたっている。なお、連載当初の設定では運転免許を所持しておらず、それにもかかわらず何度も車を運転し、その度に暴走や衝突事故など様々なトラブルを引き起こしていたが、後に設定が変更され、運転免許を所持していることになった。本人は、ひなのオスメスを見分ける。 初生備な鑑別士の資格も取る予定らしい。溶接、クレーン、騎士、葉っぱ解体など、50種類の工事作業資格を生かして、母が病気で寝た、切りな上交通事故で入院した、両津の幼馴染みの友人の代役で、東京スカイツリーの建設に携わる。現場を的確に仕切る様から、両津隊長と呼ばれ、500名近くいる、現場関係者のほとんどが、 両津の名前を知っている。その後両津はそれらの給料をその友人のために全額振り込んでおり、大原も、あいつ、金儲け以外でも働くとは、と思わず、管理した。また、その豊富な資格から商店街のメンバーに、借金返済のために、部長公認で働くことになった際もその仕事探しに、苦労はしていなかった。また、儲かるバイトがあると知ると、 たとえ自分の知らない仕事だろうと頭脳系の仕事だろうと始めてしまうことがよくある。なお、パチンコでも、パチプロとしても生活できるほどの実力がある。ただしたまに負けるときもある。企業、ビジネスコンサルタント、アルバイト作品の中では独力もしくは多少の中川の援助で多数の事業を起こしている。具体的には、ポケベル、日本酒、石鹸、鯉。 テレビ番組、ラジオ番組、ケーキ、動物プロダクション、老人音楽、プロダクション、アイドルファンクラブ、占い、プラモデル、OS、パソコン、地域通貨、警備会社、都市型リゾート、気球やはしご車によるデリバリーサービスなど多種多様である。事業成功の要因として、まず経営コンサルタントとして類いまれな才能を持っていて、 客の入らない店や潰れかけた店を大繁盛店に導いていたり自らイベントを開催し大成功させたりしている。また誰とでも仲良くなれる明るく陽気な性格から営業マンとしても類まれな才能を持っていてアルバイトでトップセールスマンになったこともたびたびある。さらに知人の露天賞がやる気を見せなかったので 手本で露店販売をしたところわずか数分で黒山の人だかりになったことや大原から縁起物の熊手を買ってくるように頼まれた際露店全部の熊手を売り切れる代わりに50万円の熊手を5万円に負けるように露店賞と交渉しツ日で全部売り切り約束通り5万円で手に入れたことがある加えて蒸気のように理系知識を多く持っていることから技術者として高い 才能を持っていたためとみられる。霊庫曰く、ナンバー1ホストは無理だが、豊富な知識と話術だけで、ナンバー2ホストとしても稼いでいけると評されている。これも両津が、社交的で話題豊富であり、なおかつ大の主語であることからも伺い知ることができる。そのため一時的に置く単位の莫大な利益を発生させることもしばしばだが、自身の欲深さと、 調子に乗りやすい性格から大損害を発生させ、中川やその他の事業パートナーにも金銭的悪影響を与えることも多くある上、稼いだ金で中川たちからの借金を返そうという選択すら思いつく様子がない。アニメで中川の親戚という立場を悪用して中川グループに潜入したこともある。この時グループのお荷物会社と言われる末端の 運送会社に配属されたが、そのコンサルタント能力の高さから短期間で、倉庫番からその会社の会長にまで上り詰めている。結果的に会社の利益を上げることに成功して、社名まで自分にちなんだものに変えているが、倉庫を全焼させるという不祥事を起こして解雇されている。しかし、密かに内部調査をしていた中川の父、隆一郎によって、 会社の社長がライバル会社に中川グループの情報を流しており、保身のために両津を蹴落とそうと家事をはじめ様々な裏工作をしていた事実が暴かれた。そのため両津は解雇されただけで刑事責任は問われなかったが、隆一郎から正式な親戚とは認められなかった。なおこのような場合、大原大二郎によるお仕置きも行われる。 また開発した商品のすべてが当たりだったわけではなく、失敗例もあるショックなど。また、一度当たりを出した後、欲をかいて結果的に失敗することもある。また、量産人形やウミガメの卵付き教材のように一時はかなりの数が売れたが、何かの出来事が起きてから事態が一変するというパターンもあった。逆に前日の G ショックは戦車が踏んでも壊れない。 g シュックに改良してヒットを得ている。さらに技術者としての才能もあり、電極スパーク経営のスーパー電子工機でアルバイトとして世界最小の電池を開発し、ノーベノレ賞を受賞している。この賞の受賞は世界的な大イベントで、両津は特許収入、賞金で大金持ちになることを目論むが、大原と中川の陰謀で、名声だけの無一文になってしまう。 また、空気をエンジンにする車を開発した時も、世界的な大イベントになったことがあり、契約金で大金持ちになることを目論んでいたが、この時も、大原と中川の陰謀で、名声だけの無一文になって終わっている。また、スーパー電子でアルバイトをした時に高性能の翻訳機を開発したこともあり、これもマスコミに取り上げられるほどの大反響を呼び、一般販売されて、 かなりの数が売れるほどになった。しかしこれは開発途中の翻訳機の中にスピーカーを入れたインチキ商品であり、発売したことによって通じないなどのクレームが日本中で起こって発売元の会社が倒産し、その後海外に逃亡した末にマレーシアで逮捕され大量の余罪が出てきた。アニメではマスコミに取り上げられた後に、島岡共和国大統領との会食に使用される。 展開になっている。島語ご語は日本語への翻訳に4人の通訳が必要とされ、文字は中川、玲子でも読解不能な言語である。両津自身軽い気持ちで引き受けたが、翻訳機は調整すればするほど精度が下がったため、仕方なく島語ご共和国の公式ホームページから選んだ言語をランダムに出す方法で会食に臨んだが、実は言語を選んだのは公式ホームページではなく、 島まごかの出会い系サイトであり、しかも卑猥な言葉しか選ばれていなかったため、日本と島ま共和国の国交が断絶するという結果になってしまい、両つは逃亡生活を送る羽目になる。なお、出会い系サイトに気づいたのは偶然、ホームページの英語版を見た中川、玲子の二人のみ。誕生日に中川が紹介した全米三位の外資系企業からは、 ゲーム部門で年俸3000万円というかなり高い評価をされている。しかし大原にガミガミ言われる中でプラモ作りをするのが楽しみだったのですぐに辞めた。この際報酬を10%アップするから戻ってきてほしいと言われたが本人は拒否していた。そのため中川たちからは驚かれていた。その気になれば短期間で会社を設立することもある。例として大原が アメリカの宝くじで1兆円当選した際には、彼が周囲からの妬みや嫌がらせに耐えかねたため4500億円を受け取った時など、贈与税を回避するために翌日には、スーダラ商事というインチキ事業会社を設立している。しかし寄付にも贈与税がかかることを知らなかったため、結局両津は脱税で逮捕された。受け取った4500億円は、 ハリウッドで映画を10本制作したら1円も残らなかったらしい。大原から中川、玲子はスーパーコンピューターでお前の脳はごたまのそろばんだと馬鹿にされ中川たちに政治、経済を教わった際にはシンクタンクに興味を持ち翌日には単身渡米した。さらに中川から紹介されたシンクタンクに勤めるアナリストをつてに頭脳集団を作りそこから ヘッドハンティングを繰り返して人材を集め短期間で中川も驚くほどの巨大な会社を作り上げた。また企業、銀行の顧問はおろかアメリカ政府の中枢ともつながりを持つなどの噂もあり有能なマネージャーを数多く抱えることから個人資産もとんでもない額になっているらしい。短期間で成功した要因について中川は部長を見返したい一点のみ 先輩を怒らせると怖いとこぼしていた。独身寮の自身の部屋で売って儲けることを前提に、オークワガタを大量に飼育したことがあるが、両津の留守中に部屋に入った管理人にゴキブリと間違われて、アースレッドのような訓練式殺虫剤をたかれてしまい、全滅したとされたが、実はそれは儀師であり夜中に動き出して外へ出て行き、人間を襲撃するようになったため両津をはじめとする。 警察官が、その捕獲に追われることとなった。また、体力株式会社を作っており、引っ越しなどの重労働の手伝いや、各種スポーツ大会のスケ人トを引き受けている。絶対勝利をスローガンにしており、試合に負けた場合は、半額返金する。しかし一度に、多数の試合を入れた結果、体が持たなくなり廃業した。アニメでは、 友人の結婚式の資金を稼ぐためにこの仕事を行っていたが最終的にぎっくり腰になっていた。しかし、この行動を知った中川や商店街の面々によって結婚式は華やかなものとなった。浅草サンバカーニバルに葛飾書チームが参加した時は参加不景の踊る様子をビデオカメラで撮影し通販で売りさばこうと格索する。その際、 不景たちの着替えシーンを隠し撮りした映像を追加収録したビデオをディレクターズカット版として販売しようと目論むが、カーニバル終了後、更衣室などに仕掛けていた隠しカメラの存在が明るみとなり、ビデオは売り裁く前に押収された。その後証拠隠滅を図ろうと逃走を企てるが、あえなく捕まり、レイ子とジョディに投げ飛ばされて、全治3週間の怪我を負った。風邪をひいた。 町会長の代理で町会の予算管理をした際には、ほとんど無駄になっていた予算を様々な行事に振り分けて1円の無駄なく使い切れるように仕分けを行い、さらには町会の新規加入を増やしていた。しかし、余った予算を自分の架空口座に流しており、自分への利益を上げるために、わけのわからない行事や卵にマッチ棒を刺しただけのマスコットキャラに、 数十万から数百万円の予算を継ぎ込んでいたことが発覚し、結局は、町会長代理を解任された。しかし、架空口座に着服されていた予算が2000万円を超えており、その予算で通学路の防犯対策や様々な行事を行うことができたため、大原も、汚職をしなければ才能があると評していた。一方でお年寄りのニーズには、疎いという一面があり、 町おこしの一環として様々な祭りを企画し、銀行からゆすり、たかりまがいの方法で寄付を集め、見事成功させたが、調子に乗って、わけのわからない税や地域通貨を作った挙句、町会専用ビルの建築まで行ったため、周りから品宿を買った。その後は、おばあさんの原宿、巣鴨に対抗して、亀有をおじいさんの原宿にしようと計画を立て、 戦闘の床はすべて以降、将棋盤、壁絵は極楽浄土、公民館では、浪曲カラオケ教室、駅前広場には、世界の破壊史を見本し、商店街では、至るところで、血圧測定を可能にし、手作り糖尿病食教室開催、公園には、水戸公門の像を建てるなどした結果、当初は全く受けなかったが、祖父の官兵衛のアイデアを取り入れたことで、見事成功させた。 しかし直後におじいさんのウッドストックを企画し、世界中のおじいさんを亀有に呼び寄せた結果、集まりすぎたために商店街が破壊される事態にまで発展した。稀に事業に成功することもある。例として、所長の依頼で経営難の葛飾区の町工場の救済を行った際には、各工場が受け負っている仕事を集約して、電動バイクやクーラーを製作して、 中国やインドで販売し、町工場の経営を回復させることに成功している。現地での交渉や営業は全て日本語のみであったが、中国では中川グループが10年かけて築いた現地企業とのパイプをわずか1ヶ月で入手してしまい、インドでは営業中に現地の映画監督と親しくなり、自身を主役にした映画を制作、その映画がヒットしたことによって現地企業とのパイプを 確率、さらに有名人と写真を撮って製材会にも顔を聞かせ、中川グループが30年かけて築いたパイプをわずか3週間で逆転させてしまうほどであった。その補聴工場が巨大企業になりすぎて、他の中小企業の輸出が下がるなど、パワーバランスが崩れる事態になったが、両津は税金対策として、町工場跡地に巨大ビルを建設し、 中国とインドで20万人を雇用したため何の影響もなかった。またあまりにも巨大化したため途中で大原らが辞めさせようとしたが今更辞めたら国際問題になると脅迫した。ボルボ、サコンジと共に体力を活かしたクイック清掃もやっている。この時はサオトメは事前にエロボンと現金で両津を試したところエロより現金という理由で 女子量ほぼ全室からも依頼が来たが、免疫のないボルボとサコンジがダウンしてしまっている。商店街非不足の打開策を相談された際には、商店街バザーを提案し、銀行や自動車販売店に出品協力を求めたが、いずれも支店長の私物や高価な商品を譲り、高り同然のやり方で寄付させている。バザーでも商店街の商品をはじめ同人誌や、 警察官の制服、パトカーなど様々なものを販売しており、挙句の果てには、中川、玲子の自家用車も無許可で販売していた。制服やパトカーの販売は、本来違法であるが、両つはギリギリグレーゾーンだから大丈夫と言っていた。さらには来日していた世界的歌手のレゲエカカが、サプライズで訪れたこともあり、わずか1日で1年分の予算を設けていた。レンタルビデオや、 新聞の代金や延滞料金の回収率は100%であり、レンタルビデオ屋でバイトをした際には、延滞料金を借り主の自宅や会社まで赴いて借りたビデオの内容を大声で暴露して、代金を払わせたこともあるほか、転勤先の大阪まで取り立てに行ったほどである。小学生の頃行っていた新聞配達のバイトでも、代金の回収をしており、対象の家の家主が、 不在の場合は、隣近所の住民に建て替えさせたこともある。他にも1年以上も、料金未払いの家への集金も行っており、最初は、小学生だったため追い返されたが、親戚の職人のおじに協力を依頼して半ば、脅迫まがいのやり方で代金を回収している。人材マネジメント分野においても優れた才能を発揮しており、暴走族やニート、 引きこもりを構成させるために新活司箇所に新設されたすぐやる課の課長に任命された際には持ち前の面倒見の良さと技術の高さで暴走族をあっという間に構成させていた。ニートや引きこもり、さらには中年リストラ組の面倒を見た際には中川グループが建設していた下町のオシャレビルを中年組の技術を利用して下町色の濃いディープタワーへと変貌させていた。 若手溶接工の技術指導をした際には近海に廃棄されていた巨大タンカーの解体作業をさせていた。途中仕事を理由に作業員が辞めたため、外国人労働者を雇っている。この時作業の速さに目をつけた悪徳企業に解体した廃材を根こそぎ盗まれて、しまったが、これに起こった両津は会社まで乗り込み、ありとあらゆる扉を溶接して、社長と社員を閉じ込めていた。 プロデューサーとしても高い能力を発揮し、ハリウッド映画のプロデューサーを引き受けた際には、個人的なパイプを使い、インド、中国の大富豪から短期間で100億円ずつ融資を取り付けている。さらに撮影に時間がかかったことで、予算不足に陥った際には、見学に来ていたスポンサーと交渉して、わずか3秒で倍の資金を追加許しさせている。この時両津はスポンサーに、 艦長やカツラを取って、頭を叩くなど一歩間違えれば、スポンサーを降りられかねない行為を取っているが、スポンサーは怒るどころか、両津と談笑したり下ネタで仕返しをするほどであった。映画が成功した際には、各国の富豪や政府関係者と交渉し、大規模なキャラバン隊を率いて、世界中で撮影を行ったほどである。ラジオの愛聴者で、時代の流れで、 ラジオ文化が衰退しつつあるのを憂いラジオ局に直談判したが当然断られ、後にコミュニティ放送局の存在を知り、第一級陸上無線技術士の資格を持っている弟、金次郎にコミュニティ放送の資格を取得させて、FM、両津を開局、スタジオを作る金がなく、技術面を金次郎にカバーさせたいのと、高所の方が電波が飛ばしやすいとの理由で、 隅田川沿いのタワーマンションの金次郎宅の一室をスタジオに改装し、漢吉の知人や中川、玲子をはじめとする発出所関係者をスタッフにして、地域情報や雑談を主に24時間制放送している。漢吉曰くネタを突き刺せない自信があると、様々な分野を話すため聴取者から高評価を得ており、聴取者からは、ひげズの豪快な男と想像されている。漫画家、 アニメクリエイター初期の頃は、絵自体が下手である設定だったが、後に、小学生の頃から授業中、教科書にリアルな落書きをするぐらい絵が上手い設定に変更されている。それが転じて、プロ漫画家になる。また、漫画家のアシスタントであったという過去を持つ。乙姫七、七七の編集者、流星志法里と知り合った、直後、英光社の少女漫画誌。 月刊サファイアで差し替えが生じ、それに、両津が立候補して、両津、パトリシア、監視名義で、ロボ掲示番長を連載することになる。作風自体は、ギャグ漫画で画のタッチが荒かったが、第1話に関しては、連載されていた作品群に、ギャグが足りなかったため、読者からの評判は良く、アンケートの4位に入ったほどだった。しかし、次第に、 サファイアの読者からは批判の声が上がっていった。ロボ刑事番長は、読者アンケートの人気漫画ランキングで100回、連続再開で、投票数は毎回0票、さらに読者からブーイングのお便りが大量に届くことから、強制打ち切りになった上、編集部の会議で、サファイアに、両つの漫画は二度と連載しないことが決定した、ということがあった。 そして乙姫奈々が描いたメヌエットをスポンサーからのロイヤリティ欲しさに原作の純愛路線を逸脱した戦隊ヒロインものに強引に差し替えを指示。しかもスポンサーの商品をストーリーに入れて中はインフォマーシャル的な要素を兼ね備えたものにしてしまったが、それが今度はあまりにも原作からかけ離れているという理由で読者から苦情が殺到、さらに サファイア編集部から打ち切りを指示され、次の番組が決まっていないという状態で強引に番組枠を乗っ取り、穴埋め番組の形で、念願のテレビアニメ化が決定したが、視聴率があまりにも低すぎて、測定不能でたった3話で打ち切り最短記録を更新してしまった。また、ロボ掲示板長は、関連商品売り上げゼロ、アニメ誌人気アンケートゼロなどべての最低記録を、 更新した結局、立石玩具やスポンサーたちは激怒し、両津を訴え、赤字分の50%を回収しに来た、という逸話が残る。漫画の連載は、約4年間続いた。その後、英光者には、出入り禁止にされているらしい。ただしそれ以後もデジタル作画技術を身につけ、乙姫、奈々のアシスタントはしている。アニメ制作については、前述のように昔は、 アニメの作り方さえ知らなかったが、その後作り方を学び、セルガへの再色技術を身につけ、自らを塗りの達人と称して、アニメ制作会社に自分を売り込みに行ったほどである。赤塚不二夫の絵が描くのが得意で、おそ松くんの6つ子の顔を描き分けることができ、中川の友人の金持ち、世の中金田たの依頼で1台の自動車に3333 33個の、 お粗末の顔を描いたことがある。倒産寸前の関根出版の社長を助けようと、両津が漫画塾を開き、漫画の知識や基礎を教えながら、塾生に漫画を描かせ、できた漫画をコピーして塾生が描いた漫画を勝手に漫画誌にして売ろうとするが、その本は全く売れず、漫画塾は倒産した。結局、社長と塾生は、出版会社がとうとう倒産したことと描いた漫画を、 無断で漫画誌に載せたことについて、両津を訴えた。その高めある銀座商店街に混流された少年時代の両津像いとこ、はとこここでは、作中で登場しているいとこ姉妹、またいとこ姉妹を紹介する。作中で登場している両津のいとこ、鳩子はとこは、東京都在住で、実家が自営業なのが特徴。しかし、小型家は母方の重視邸で、義母家は、 父方のまたいとこ妹であるために全く無関係である。時には結婚しそうになるが、結婚歴はない。しかし、大金が入って結婚できるような状態であっても、美人と結婚する可能性があっても、結婚に消極的な姿勢を見せている。主人公であり、毎回登場している。第164巻、スピンオフの巻では両津が48度の高熱を出した。 ために入院しており、中川、大原、玲子、他のキャラクターが集まってスピンオフを行ったが、両津は最後の2ページで高熱でありながらも病院から駆けつけている。実家の家紋は長い間いい加減につけられてきたが、親戚一同で会議を開き、タイガー戦車の家紋になった。実は親戚たちは家紋なんかどうでもよかったらしく、300種ぐらいの 候補の中から最もまともそうなものを選んだら、あっさり戦車を図案化したものに決定したそうである。本編ではカットされているが、作中の設定の中では、男は辛いようにエキストラに混じって出たことがある。また、初期の頃は両津が、トラさんの名台詞、それを言っちゃあ、おしまいだよをもじって言い、大原に出て行けと返され、本当に中川を連れて出て行き喫茶店で、 インベーダーゲームをしている。この辺りの下りは、トラさんがトラ屋から出ていくシチュエーションと告示している。カメダス2では、カンキチ辛いよというポスターを付録につけるなど書いている。また、第145巻では両津が、葛飾柴又駅男は辛いよの解説をしている話もある。同じく作中の設定の中では、タイムの表紙を飾ったこともある。 登場人物の両津勘吉に対するスタンスにより、ある程度の共通故障と特定人物のみの故障に分かれる。古籍上の本名としての両津勘吉の他にも、芸名や編名など、多数の名義を用いている。多くが一話限りか数話程度でしか登場しないが、浅草一郎、越前屋兵助、両津、パトリシア、菅氏など長期にわたって登場しているものもある。 フィギュア、超合金などの話題になった時、唐突に現れて、マニアックな解説をする人。なお、両津の他に、大原も一回だけ、同様の解説役キャラクターに奮したことがある。ありがとうございます。